戦後混乱期とは、戦争が終わった後にその国の経済、社会が混乱した時期である。日本で戦後混乱期というと、1945年9月2日の第二次世界大戦の終結から、1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争による特殊景気で経済復興の糸口をつかむ頃までとみなす。 1945年9月2日から1952年4月28日までの第二次世界大戦で敗れた結果として GHQ に占領されていた時期を指す場合もある。この時期には700万人にも及ぶ在外日本人の引き上げもあり、庶民は合法的に配給された食料だけでは生活材にことかき生活が困難であり、焼け跡には闇市が立ち並んだ。 ギブミーチョコレートが流行語になり、パンパンと呼ばれる外傷が登場したのもこの時代でもある。占領状態から、講和主権回復の過程で、労働運動など民衆運動が盛り上がり、松川事件、三鷹事件、下山事件の国鉄三大ミステリー事件も発生した。GHQ の中止命令で挫折したものの、 1947年の2.1ゼネストが計画されたのは、この時期だった。日本共産党が武装闘争路線を取り、サンフランシスコ平和条約発行の3日後に、地の命令事件が発生したのも、この時期であった。全国的に電力不足のため1946年11月に、電気需給調整規則が交付されたが、根本的な解決にはならず月曜日を給電日とする。 臨腕停電を実施した。利美容業界では、対策として、月曜を休業日としたため、現在でも多くの利美容室は、月曜日に休業している。政治の世界も、政党の利合集散が激しく、短期間で内閣が交代するなど混乱が続いた。利用店の定休日、なぜ月曜が多い全国、利用生活衛生同業組合連合会による、解説。 ありがとうございます。